Thank you.
おなじみアニマル浜口道場に来ました。さあ気合で気合で、さあこのおととい初勝利、さあ今日もこの菅原から大金星を取ると言っていました。さあ苦しい声のする方に頑張れ頑張れ、時がロープレイク。何度でも何度、さあまだまだと言ってる時、さあ気合で、あ腰に力が入らない、さあ足に力が入らない、さあ頑張れ一発一発青春が、いやでも一発でダメだ、二発三発五発六発、その大谷慎次郎は今病院、しかしながらこの背中を見た新人たちが頑張っている。はい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 、一瞬のこの隙を待っていた。さあ勝てるさ、今ドキチャンスですよね。チャンスですよね。点滴でやられたんです。今ここから盛り返してほしい。そうです、エルボーでそして23歳のその若獅子が青春のダッシュ、そしてもう一度何かを狙ってタックル、これがスモータックル、ぶちかましラリアットをかわしてエルボー、さあちびっこ一緒にワンツーナトシトーキ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 、さあトーキが持ち上げた、そして出るか、逆、これはステップオーバーすれば逆エビが飛ぶ。さあ聞いてる、さあしかし菅原もまだ立ち膝をついている。さあロープ逃げられる、さあロープ、菅原さんパワーすごいですね。そしてね、これ残念ながらね、トキ選手あんまり技の種類がないんですよ。そうなんです。今年の1月にデビューしました。タックル、スモータックルと、そして投げるぞ、はい、相撲ですから、やはりもうぶちかまし、そしてこれがプロレスの技術、ブレーン、いけない、やはり菅原よく見ている。頑張れ、投げたい、さあダメか、どうだ、逆に菅原が耐えている。さすがです。今高円寺の皆さんがお迎えのデニーズのお姉さんも思わずため息。さあそして出るか、これが噂のニークラッシャー、膝の皿が割れた、もうダメか、頑張れ青春ピンク、頑張れトーキートーキー、頑張れトーキートーキートーキートーキ、今ちびっ子も初めてプロレスラーを見た、そのプロレスラーの名前は、プロレスラーの名前は何度でも立ち上がる、トキユーキー。危ない、これはちょっと足だいぶ効いてきてるな。またさあ試合は8分を経過しております、はい、さあこの菅原が今フィニッシュボールズ、さあもうこのまま足を食わすといくのか。